バカな人類どもにも分かるように、みんなのアイドルリケクマが作品を簡単に解説してやるクマ。ダサイトマじゃなかった、埼玉大学とかいう大学に通う理系大学院生氷室あやめは、ある日同じ研究室の雪村深夜に告白したクマ。当然好きなんて普通フィーリングクマ。しかし理工学専攻に染まったこの理系バカどもは、論理的に好きを証明できなければ好きとは言えないし、理系としても失格みたいな頭のおかしいことを言い出し、研究室メンバーを巻き添えにして恋の定義に関する証明実験を始めやがったクマ。デート実験、好きの構成要素の解明、心拍数計測、ムード値の定義。マジで何やってんだクマ。脳の検査した方がいいクマ。頭のネジがテイクオフした個性的すぎる理系たちが恋を証明する笑いありキュンキュンありの理系ラブコメディクマ。絶対見るなクマ。私、あなたのこと好きにた。好きの定義とは何だ。氷室は何を証拠に俺を好きだと判定した。何言ってんだこのバカップル。ずいぶんイカれたことしてるわね。今だ、貴様話せ。俺は女の近くにいると緊張で心拍数が激増する。獣コスケ愛か。超面白そうですねこの研究。理系が恋に落ちたので証明してみた。2020年1月放送スタート。私が嬉しくなった回数と楽しかった回数、総計1925回、指数関数的に増えてるの今この瞬間も。